夕日ヶ浦木津温泉駅は、京都府京丹後市網野町木津にある、ウィラートレインズ宮津線の駅である。駅番号は、T21、宮豊線の愛称区間に含まれている。2014年に、京丹後市の駅の愛称選定委員会で公募を経て決定した、愛称は、立花の里夕日ヶ浦駅。日本国有鉄道、西日本旅客鉄道時代は、丹後木津駅。 北近畿単語鉄道時代は、木津温泉駅と称していたが、列車運行事業が、ウィラートレインズへ移管された際に、夕日が浦木津温泉駅となった。以前は、普通列車のみ停車し、夏季の海水浴シーズン及び、冬季の松葉が2シーズンの時を除くと、特急や一部の快速は通過していたが、2007年3月18日のダイヤ改正より、 すべての列車が毎日停車するようになった。丹鉄線内に15駅存在する有人駅であるが、網野駅と同様に、京丹後市に駅の管理と出海殺業務を委託されており、早朝と夜間は無人となる。京都丹後鉄道主要駅と同様に、貢献を扱っており、乗車券、自由席特急券、台紙付きの入場券を発行するが、2014年時点では、 ダッチングマシンは使用されていない。豊岡方面に向かって右側に単式一面一線のホームを持つ地上駅である。かつては交換可能駅であったが交換設備は撤去されており、現在は分岐器や絶対信号機のない停留所に分類される。構内には交換可能駅であった名残の相対式ホームが残っている。駅舎は改築こそされているものの、 趣のある和風建築の駅舎である。2007年4月1日、駅ホームに足湯、白鷺の湯が完成した。源泉掛け流しで午前9時から午後5時まで利用できる。利用は無料だが、鉄道利用者以外の利用には駅の入場券が必要である。国道178号から見た夕日が浦、木津温泉駅舎宮津千沿線には海水浴場が多数あるが、 木津温泉駅も、例外ではなく、浜詰海水浴場が近くにあり、特急列車も停車する。1日の平均乗車人員は、以下の通りである。ウィラートレインズグユーユタカ旋回速普通網野駅夕日ヶ浦木津温泉駅、商店協駅単語木津駅に関するカテゴリー。ありがとうございます。